そして私、桜宮舞香の担当は。何ジロジロ見てるんですか、この打鍵ド S なのです。スマイルスイングシスターサディスティックサプライズサーブミーアースティレイキュンキュンキュン肩にパンチパンチパンチオクシンにアウト。いきなり舞香入りますよ。そろそろ夕食です。どうしたのですか。そんな怖い悩ましげな目をして。どうしましょう。ド S ってまだちゃんとお聞きしてもいないのに、なんで来たんですか。あ、ごめんなさい。おいで。どこから来たんですか。汚い。ありがとうございます。あれでよかったんでしょうか。お客様を怒らせてしまったのではないでしょうか。上出来よ、いいド S っぷりだったわ。ゴミを見るような目つき最高だったぜ。あ、舞香さん、ホイップの補充を先にお願いでき。はあ、無駄吠えうるさいですよ。ダケンダケン。すみません。また帰ってきたんですか。邪魔にならないところで黙って座っててください。あ、店長さん。鬼。あれ、思ってたよりお兄ちゃんって呼ぶの恥ずかしいです。店長さん。なんかいい夢を見ました。寝てたんか。もういっそ、店長さん目覚めないと欲しかったです。私はどうして笑顔。何やってんだよ。いや、ちょっとつまずいて。笑顔。あ、二人なんですけど大丈夫ですか。はい。あはん、あはん。さてして、昨日もいらっしゃいましたよね。今日はいつだとさげすんだ表情がたまらない。笑顔。 OK then の、ナイストゥーミーチュー。常に笑顔で接客したらお客様にとても喜んでいただけました。笑顔だったんだ、あれ。何？早く口を開けて。舞香ちゃん、何その構え。いや、やっぱ舞香ほか。天舞一択で。おい。辛い、しょっぱい、酸っぱい。飛び上がるほど美味しいですか？ドレス。まだ誰もいらっしゃらないようで。ああ、舞香さん、ド S が板についてきましたね。不可抗力です。お母さん、私金髪に染めたいです。いくら目つきが悪いからってそこまで合わせることないの。早まるな、もっといい道がきっとある。実はん、睨みつけている子供がいて迷惑だとお店から連絡が来たそうです。でも舞香さんの膝枕なんて。私の足じゃダメですか。もーもーれ、使わせていただきます。手を煩わせるわけにはいきません。お客様、結構です。何かありましたら声かけてくださいね。舞香ちゃん、強し。つかぬことをお聞きします。縛られるのはお好きですか。こら、びたびすみません。セーラー服の女の子をどうにかしたい願望はお持ちですか。戻れ先輩。よし。
エスデレシドエツ、口にケチャップついてますよ。ふきふきしましょうね。あのそれ大ふき。ピクルスおめトマト抜き、ピクルスおめトマト抜き、ピクルスおめトマト抜き。秋月さん、トマト抜き、ピクルス多めで。ピクルス詰め。店長さんって垂れ目ですね。すっごく垂れ目ですね。何しても許されそうな優しい垂れ目ですね。交換したい垂れ目ですね。何言い出すんです。皆さんに水まく。あーうっち、臭い息吐きながら気安く名前を呼ばないでくれませんか。はひパワーアップしてるけど敬語はそのままなの。お腹が空きました。はっ、何が食べたいですか。それくらい自分で考えてくれませんか。ごめんなさい、すぐ用意しますから10分待ってください。3分。店長さん、私笑顔でいいんですね。いいですけど。その前に足をどけてください。したらこれから接客なのにこんなんじゃダメですね。笑顔ごめんなさい。さすがはマイカさん。お客様の要望にお答えできないなんて、私は最低ですね。あ、すみません、調子に乗りました。皆さん無理をさせてしまっていることがわからないんですか。お二人が反省されるまで全然じゃ攻めです。わかりましたか。聞こえません。本家本元のドレスはやっぱり違うわ。お部屋どうぞ。あ、どうも。すかさずサービス。